こんにちは、のりこです。今日はお腹の力をつける優しいヨガのレッスンをしたいと思います。お腹に力が入っていないと、まず姿勢が崩れてしまいます。例えば座っている時に腹筋力や体幹、お腹の力がないと骨盤が傾いていきます。で、そうすると腰痛の原因にもなりますし、また背中が丸まって肩が内側に入ってしまいます。そうするといくら胸を開いて姿勢を良くしようとしてもちょっと無理がありますよね。肩こりの原因にもなります。お腹にちゃんと力を入れることができると骨盤をしっかりと立ててキープすることができるようになります。そうすると自然と背骨も上に引き上がって、無理に胸を開かなくても自然に胸を開いて正しい姿勢をキープできるようになります。それでは簡単なヨガでお腹の力をつけていきましょう。それでは座った状態でお膝を立てます。ではかかとを軽く体に引き寄せます。人差し指と中指でフックを作って親指に引っ掛けます。まず背中側に体重を乗せます。お尻の後ろ側に体重を乗せて、そのままかかとを持ち上げましょう。そして背骨少し伸ばして、お腹を太ももにちょっと近づけます。で、最初はこれをキープでも大丈夫です。で、もう一段階いけそうでしたら、お膝と同じ高さにかかとを持ち上げてみます。ここでキープです。しっかりと呼吸を繰り返しましょう。いい感じです。で、この姿勢をキープでも大丈夫です。あともう一ついけそうでしたら、お膝の裏、痛みがなければお膝の裏伸ばしてしまいましょう。オートポーズ、船のポーズです。呼吸を繰り返します。しっかりと腹式呼吸です。それではゆっくりと足を下ろして、続いて四つん這いです。肩の真下に手のひらが来るようにして、足の幅は骨盤幅程度です。では続いて虎のポーズでお腹の力をつけていきます。ではまず鼻から息を吸って、吐きながら右手と左足だけ前後に伸ばします。右手はだいたい床と平行ぐらいで大丈夫です。骨盤は左に開かないように真下マットに向けておきましょう。深い呼吸を繰り返します。ちょっとおへその下に力を入れているようなイメージです。では鼻から息を吸って、吐きながら右手と左足をお腹の下でタッチまたは近づけましょう。ここで少しキープです。では次の吸う息で一度前後に伸ばして、吐きながら下ろします。元の位置に戻します。では反対で同じ動作を行います。鼻から息を吸って、吐きながら左手右足を前後に長く伸ばします。左手はだいたい床と平行です。骨盤を床と平行に向けましょう。左手は前から引っ張られていくようなイメージ、右足は後ろから引っ張られていくようなイメージでキープします。では一度鼻から息を吸って、吐きながら左手と右足をお腹の下でタッチまたは近づけてキープです。
では次の吸気で一度左手右足また伸ばしましょう。気持ちよく伸びて吐きながら下ろします。では続いてダウンドッグです。手のひら全体でマットをして、指と指の間は等間隔に開いておきます。ではまずつま先を立てて息を吸います。吐きながら手のひらでマットをして、お尻を持ち上げてダウンドッグ下向きの犬のポーズです。手と足の距離が近すぎたり遠すぎる場合には後ろの足を動かして調節です。目線は両足の間かつま先を見ます。手のひら全体でしっかりとマットをして、その力を背骨からおへその下、お尻へと高く伝えましょう。お腹を少し中に引き込んで、お尻を高い位置に持っていきます。呼吸を繰り返します。肩をまっすぐ気持ちよく伸ばしましょう。では次の吸気で右足だけ持ち上げて、片足上げたダウンドッグです。では次の吐く息でお顔を上げて、手首の真上に肩を持っていきます。プランクになります。で、右足持ち上げたままお膝を軽くお腹の下のあたりで曲げましょう。はい、 OK です。左足少し後ろに引いても OK です。ではこの状態でご自身のペースでお膝を左右に揺らしましょう。きつくない程度の速さで大丈夫です。ではゆっくり動きを止めて、吸いながらまたダウンドッグ、片足を上げたダウンドッグ、一度右足後ろに持ち上げて吐いて下ろします。では反対で同じ動作を行います。一度ダウンドッグでしっかりと全身伸ばしましょう。では次の吸気で今度は左足を後ろに持ち上げて、片足上げたダウンドッグです。吐きながらお顔を上げて、手首の真上に肩を持ってきて、右のつま先立ててプランクの状態になります。右足軽く後ろに引いて調節します。左の膝をお腹の下で軽く曲げましょう。ではこの状態で左右にご自身のペースで左の膝をゆらゆらゆらと動かします。ちょっときついかもしれませんが、しっかりと呼吸も忘れずにキープです。ではゆっくりと真ん中で動きを止めて、吸いながら一度左足後ろに持ち上げて、肩立ち上げたダウンドッグ、吐きながら左足下ろして、普通のダウンドッグ始めと同じ状態に戻ります。それでは手と足のちょうど真ん中まで歩いていきます。歩いていったらそのままそこで座ります。では座りましたら足を前に伸ばします。お尻のお肉を外に出して骨盤を立てます。両足のつま先は天井に向けておきましょう。では杖のポーズで最後またお腹の力をつけていきます。やっぱりお腹に力がないと骨盤が傾いてしまうと思いますので、おへその下にちょっとだけ意識向けて、ぐーっとお腹の力を使って骨盤を立ててみましょう。で、その上に背骨を楽に積み上げて乗せていきます。では肩の真下に楽に両手を下ろします。では吸いながら両手を広げて天井に伸ばします。ではここで一度キープします。呼吸を繰り返しましょう。それでは鼻から息を吸って、吐きながらそのまま背骨まっすぐのまま、少し45度ぐらい、またはそれ以下でもいいので少しだけ上体を前に傾けます。で、お
顔はちょっと引き上げたままキープです。では次の吸い気でまっすぐに戻ります。では吐きながら今度は両手を肩の高さに下ろして、背中を後ろに少し倒します。でちょっとお腹の力を使って、目線は足のつま先かおへそのあたりを覗き込んでキープです。呼吸を繰り返します。では吸いながらまた骨盤を立てて両手天井に伸ばします。では吐きながら今度はまた前に少し傾けましょう。お顔を上げてキープです。では吸いながらまっすぐに戻ります。吐きながら両手を肩の高さ、ゆっくりと腹筋を使って背中を後ろに今度は倒します。つま先かおへそのあたりを覗き込んでみましょう。ちょっとお腹プルプル使ってるぞっていうぐらいまで倒してみます。私もプルプル震えてます。では吸いながらゆっくりと骨盤を立てて、また両手天井に万歳です。吐きながら前に少し傾けてお顔を引き上げてキープです。次の吸い気でまっすぐに戻ります。吐きながら今度は両手を肩の高さ、腹筋使いながら背中を少しずつ後ろに倒します。目線はつま先かおへそのあたりを覗き込んで、お腹プルプル、ちょっと硬くなるところまで背中を倒してみましょう。はい、ではラストです。吸いながらゆっくりと骨盤を立てて背骨まっすぐ、両手万歳のままキープです。ではこのまま前屈です。鼻から息を吸って吐きながら上体を前に倒して、両手は好きなところに下ろしましょう。足の上でもマットでも足の裏を掴んでもフックを作って親指に引っ掛けても構いません。お膝の裏、気持ちよいところまで伸ばして、最後リラックスして呼吸を繰り返しましょう。それでは吸いながらゆっくりと上体を起こします。起き上がってきたら楽な姿勢で座ります。それでは本日のレッスンは以上です。また次回のレッスンでお会いしましょう。ありがとうございました。